どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はニューヨークマリオットマーキスホテルの客室にいるわけなんですけども、前回ですねカウントダウンの動画でこのホテルのねルームツアー挟ましていただいたんですけども、ちょっとそこからですね続きを撮ってたんですけども、この観光とかをね一緒に入れててですね、で結局観光の動画をちょっと入れてたら、まあ撮影してたら雨がねめちゃくちゃ強く降ってきて、まあ中断みたいな感じで、まあ結局ぐちゃぐちゃになってしまったので、まあ今回の動画では前回ねカウントダウンでこのルームツアーね、マリオットマーキスホテルのルームツアーまでねやってるんですけれども、その後ですね朝食だったり、あとディスネージョーフィー、あとラウンジとかね、ここら辺をちょっとね紹介していきたいなと思います。でまずですねルームツアーの方は前回の動画でねちょっとお見せしたんですけども、一旦ここに挟ましてください。ではどうぞ。おーすげー、めちゃめちゃ広いですね。そして綺麗、なんかね改装されたらしいんですよね、まあ、それもあってね今回泊まってみたかったんですよね。前に来た時はねもうちょっとまあ綺麗な方だったんですけどね、うん、ニューヨークの中では。でもね新しくなったということでめちゃくちゃ綺麗ですね。はい、ということで見ていきましょう。これはあ氷入れるやつですね。はい、で冷蔵庫かな、あ冷蔵庫ありますね。いやいい、よいしょ。ニューヨークで冷蔵庫があるホテルは少ないですからね。でここにミニバーですね、コーヒーマシンのあれですね。でこっち側に引き出しと、ここは何も入ってなさそうですね。一応全部確認しておきましょうか。よいしょ、はい、空ですね。でテレビです。テレビもかなりでかい、70インチぐらいありそう。でこちら側がデスクと、 AC が4つありますね、すごっ。でこちらにマリオットのショップマリオットっていう雑誌がありますね。これは初めて見るな。はい、で机がある感じです。で電気があって、こちらにソファーがあると。で気になるビューは、あやっぱりそうですね、これはハドソンヤードビューですね。はい、ちょうどタイムズスクエアの反対側ですね。はい、下は普通に工事現場。はい、タイムズスクエアの他も見えないですね、はい、でもね今回エスカレーターのねそばの部屋にねお願いしたら、本当にエレベーターのそばかお願いしたら、本当にね真横のっていうぐらいの部屋に入れていただけたんで、めちゃくちゃありがたいですね。はい、ではちょっと続きを見ていきましょう。でこちらに大きめのソファーがあります。いやこのソファでかいな。はい、でこっちにテーブルがあってベッドがあります。でここのスペースがねめちゃくちゃ広いすごい、スーツケース2つぐらい広げられそうですね。いやーこれはいいな。でこちらに AC が2つと、これ地位充電なのかな、ワイヤレスチャージングって書いてある、多分そうですね。はい、でここに USB タイプ A が2つ、でこちらに聖書ですね。でベッドです。ベッドはかなり大きいです。よいしょ、かなり大きいですね。はい、キングベッドだったと思います。でこっちに AC が2つ、あと電話とメモ帳とランプですね。はい、ランプは両方ともにあります。ではちょっとバスタブ行きましょうか。では左側にまず、おクローゼットがありますね。ここに金庫とかある感じで、よいしょ、よいしょ、はい、トイレットペーパーの替えとか金庫とかもあります。でめちゃくちゃしっかりした金庫ですね。はい、大きい。でこっち側に洗面台ですね。洗面台が独立してる感じ。アメニティは石鹸とこれはボディーローションだけですね。はい、でこっち側に、あこっち側にあれなんだ。はい、でこっち側にトイレとバスルームが独立してあるんですね。珍しいですね。普
通お手洗いもこの中にあるのが結構一般的ですけど、でもいいですね。はい、バスタブ付きのシャワーになってます。アメニティはこちらです。で、固定式と可動式両方ともあります。これありがたいですね。はい、この部屋もかなり広めですね。よいしょ。はい、でこちら側にお手洗いと。もしかしたらあれですね、こちらバリアフリーみたいな、そんな客室なのかもしれないですね。いやでも広いんでね、ありがたいですね。よいしょ、よいしょ。はい、こんな感じになっております。はい、ということで、今ねルームツアー見ていただいたと思うんですけども、このホテルはですね、マリオットマーキスホテル、タイムズスクエアということで、タイムズスクエアのね目の前のホテルっていう風になります。で、今回ですね25万3000ポイント5泊でね、利用させていただいて、5泊目ポイント無料っていうね、このポイントで5連泊すると5泊目が無料になるね、マリオットボムの特典があるんですけども、これでね利用させていただきました。だいたいね今の時期のニューヨークは年末にかけて非常に宿泊費が上がって、年が明けるとどんどん値段が下がっていくみたいな感じの推移になっておりまして、まあ1月とかはですね、1月、2月、2月の後半ぐらいまでかな、ニューヨークはね、非常に寒くなるんですよね。今日とか異常に暖かくて17度とかまで上がるんですけども、まあ普段はね、多分0度とか氷点下とかね、まあそのぐらいの寒さの時期なんですよね。ですので、まあ寒いっていうこともあって、年明けからねどんどん値段が下がっていくっていう風になるわけなんですけども、まあ一泊ねだいたい870ドルとかね、まあそのぐらいっていう風になってますんで、かなり高いですよね。まあこれが今回ね25万3000ポイントで5泊取れたっていう風になりますんで、年明けはね800ドルとかまでいかないと思うんですけども、まあだいたいですね1ポイント1円から1.5円、まあ2円まではいかないと思うんですけども、まあ、結構いい感じでね利用できたのではないのかなと思います。で、この今回ねプラチナステータスで5連泊させていただいておりますんで、まあ、残念ながらねアップグレードはしていただけませんでした。プラチナステータスでね持ってるわけなんですけども、アップグレードはなしです。ですけども、このマリオットマーキスっていうのはポイントでね一番安く取れる部屋がここなんですけども、本当にめちゃくちゃ広いです。はい、スーツケースがまあ2つ広げても全然余裕なぐらいね客室広いですし、それもね生活動線にかからないね、こっちベッドがあって目の前にスペースがあるんですけども、このソファーまでね、ここにスーツケース2つ広げることもできるっていう風になりますんで、非常に広いですね。前回泊まった時はですね、改装前だったので、ちっちゃいソファーみたいなのがね、こんな大きいソファーじゃなくてちっちゃいソファーがもう 2つあってみたいな感じだったと思うんですけども、まあ、客室の感じもねかなりね綺麗で改装されてねめちゃくちゃ快適でした。でですね、ニューヨークのホテルはですね、私の動画をねずっと見ていただいている方はねまあ分かってると思うんですけども、本当にホテルによってこのホテルの部屋の大きさっていうのは全然違うんですよね。ここ基本5万からまあ5万から7万ポイントぐらいなんですけども、それでもですね同じようなポイント数ですごい狭いホテルもねありましたので、この客室の広さっていうのはですね、ぜひね予約するときに何平米ぐらいなのか記載があると思いますので、ぜひねチェックしていただければなと思います。これね一人だったらねそんなに気にならないかもしれないんですけども、お二人で結構狭めな部屋だとですね結構窮屈を感じたり、ちょっとここで何連泊って嫌だなって思ってしまうこともね、あると思いますので、ニューヨークのホテルはですね老舗ホテルっていうすごい昔からの建物を、まあ、リノベーションしたようなねそういったホテルもありますんで、まあ、この点はね注意していただければなと思います。マリオットマーキスホテルね、私の動画では言ってると思うんですけども、あんまりおすすめしてないホテルだったんですよね。まあ、このホテルはね本当にタイムズスクエアの目の前にあるんですけども、ホテルの作りが、前回の動画でも言ってると思うんですけど、エレベーターホールがエレベーターがねこうやって真ん中にあって、その周りに客室があるんで、でエレベーター降りてからね客室までが非常に遠いんですよね。はい、ですんでエレベーターの真反対とかの場所になってしまうと、本当にエレベーター乗るだけに 1,2 分歩くぐらいのねそのぐらいでかいホテルっていう風になってるんで、これがね初めて宿泊した時にちょっとこれっていうのをね思ってしまったんですよね。はい、観光しづらい、まあもちょっと物を忘れたらまた 1,2 分歩くみたいな、これきついなと思ってたんですけども、今回ねタイムズスクエアのビューではないんですよね、この客室は。ですんでタイムズスクエアのビューを楽しまれたい方はエレベーター 1,2 分歩くのを確保していただく、
まあ、そうじゃない方はエレベーターの近くをリクエストしていただく、まあ、そういった感じで、ね、利用していただければかなりね、あの有意義に、ね、利用できるのではないのかなと思います。私はねエレベーターのそばを、聞いてみたところですね、本当に出てすぐのところにエレベーターがあるんで非常に快適でした。でまたねこのホテル大きいですので、高級感ももちろんありますし、またね大きいホテルなんで安心感もありますし、セキュリティもね結構しっかりしてて、客室階はねもう全部カードキーないと泊まらないようになっておりますんで、まあ、この点はね非常に良かったと思います。で次にですね朝食とカクテルタイムの食事、ここの映像もね一応撮ってありますんで、まずね朝食から見ていただければなと思います。ではどうぞ。ではこちらが8階の M クラブです。こちらが入り口になってまして、この看板の裏にねカードキーをかざすとこがあるんで、そこからカードキーにねタッチして入場します。クラブラウンジにね入る鍵は、ルームキーとは別のねまた配布されてますんで、そちらで利用します。朝6時半のマリオットマーキスのホテル内はこんな感じです。左奥がチェックインカウンターですね。で私が説明しているエレベーターがこれです。真ん中にガツンとエレベーターが上に通ってて、その周りに客室がある感じですね。ですのでちょうどエレベーターの真向かいとかの部屋になると、エレベーター行くまでに、まあ、おそらく 1,2 分はかかるんじゃないですかね、歩いて。そのぐらい結構遠いです。ではここら辺はこの前も紹介しましたけども、ここら辺にね飲み物とかナッツとかあとバナナとかもあります。ドーナツとかもありますね。で下の方にリンク類があります。はい。でコーヒーマシンですね。このコーヒーマシン非常に並ぶんで早めに取ることがおすすめです。でラウンジ内はこんな感じになってまして、まだ空いてませんけど、この奥のエリアがね朝食会場として開放されます。では場所を取って開くのを待ちましょう。あ、開きましたね。グマリン。こちらはシリアルですかね。で、パン、フレンチトースト、スクランブルエッグ、ベーコン、ソーセージ。これはハッシュドポテト。うん、あとトーストもあります。でこれがゆで卵で、こちらがサラダ、ドレッシングで、シリアルがまたありまして、フルーツで、こちらにヨーグルトで、食パン、シリアルで、ここからはね置いてあるものは一緒です。ソーセージ類ですね。でこちらにパン、一種パンがいろいろ、マフィンからいろいろなものが揃っております。めちゃくちゃ充実してますね。これは今まで泊まってきたマリオットの中で多分ナンバーワンだと思いますね。でバーカウンターの前にケチャップとかフォークとかがあります。でここはバーカウンターになってて、多分夜はここがお酒を振る舞われるんですが、有料かどうかがまだわからないです。でこっちにもねコーラとか置いてあるんで、まあ、これはね部屋持って帰っていいそうなんで、じゃんじゃん持って帰っちゃいましょう。であとは飲み物です。コーヒー、あとフレッシュジュースとかもあります。以上ですね。ラウンジもこんな感じで非常に広くていいですね。隣にもう一個あります。ということで朝食をね見ていただきましたけれども、朝食はね本当に充実しております。ここまでね充実しているニューヨークの朝食っていうのはおそらく今他ではないんじゃないかな。はい、そのぐらい充実しております。2021年のニューヨーク滞在の動画ね見ていただいた方はわかると思うんですけれども、その当時朝食をブッフェでサービスしてるのは本当に一つのホテルしかなかったんですよね。それ以外全部レストランで、コンチネンタルブレックファーストっていうパンとコーヒーとオレンジジュースだけみたいな、まあ、そういったのが多かったんですけども、こんだけねホテルでバイキングで、利用することができるっていうのはかなりいいですね。多分朝食普通にお金払ったら多分40ドルとか50ドルとかね、多分そのぐらい取られると思います。
かなり充実しておりました。またね、クラブラウンジなんですけども、このホテルにはクラブラウンジがあります。で、私が2019年に泊まった時は、ラウンジ自体はね、もっと狭くて、なんかどっかの階の一室にあったんですけども、今ね移転しまして、 ロビーのねそばにあります。で、 M クラブラウンジっていうね、クラブラウンジがありまして、基本的に朝10時から夜の10時までオープンしております。非常に長いですよね。これもね結構いいポイントで、あのラウンジがねその時間ずっとやっておりますんで、その時間コーヒー紅茶ですね、あとスナック類、あとソフトドリンクですね、コーラとかスプライトとかありましたね、はい、そこら辺がね常に利用することができます。またね、このホテルには客室にねお水がないんですよ。ペットボトルのお水はありません。その代わりラウンジに炭酸水だったりお水とかの何て言うんですか、蛇口って言ったらあれなんですけども、まああの入れれる設備がね備わっておりますので、まあペットボトルに関しては、ないんですけども、そこでお水は調達できますので、まあペットボトルは別途必要なんですけども、お水もそこで確保することができます。まあこのね朝10時から夜10時までね、いつでもコーヒー、ソフトドリンク、スナックっていうのが利用できるっていうのは、ちょっとね観光に行って帰ってきて一休みみたいなね、そんな感じで利用することができるので、めちゃくちゃいいです。で、注意していただきたいのは、クラブラウンジはニューヨークはねどこもそうなんですけど、なんかね金曜と土曜やってないところ多いんですよ。ここもそうなんですよね。金曜と土曜はやっておりません。あの朝食だけ開けて、朝食時間が終わったらその日もクローズみたいな、これねちょっとよくわかんないんですけども、ですんでこの点はね注意してください。一応ねあの写真とかここに載せておこうと思うんですけども、あの曜日によってねそういった運用になっておりますんで、この点はね注意してください。で、次にカクテルタイムなんですけども、一応ねオードブルの時間と一応カクテルタイムが一緒に行われるんですけども、残念ながらねアルコールは有料でございます。ですので、アルコールはね普通にお金を払って利用するっていう感じで、オードブルはねちょっと映像を出しますね。この時間帯はオードブルがこんな感じで出ます。ポップコーンとソーセージとパン、あと大量のチーズとハム、あと奥にはサラダがありますね。こんな感じになってるんですよね。まあすごいねめちゃくちゃ種類あるわけではないんですけども、まあおつまみ程度にね利用することができるっていう風になりますんで、まあラウンジのねあの規模も大きいですので、まあ、用意されてるねお料理もかなり大量なのがねドカンとあのアメリカサイズでね出ておりますんで、まあこういった形になります。ですのでクラブラウンジのアルコールは有料っていう風になりますんで、まあこの点はね、まあ、どこのホテルも基本的にそうなんですけども、シラトントライベッカだけですね、今のところ私が知っているラウンジで無料でお酒が飲めるのは、まあ、こういった形になります。で、このホテルにはですねポイントで今回25万3000ポイントで宿泊したわけなんですけれども、1泊に対してディスネーションフィーっていうのがかかります。このディスネーションフィーっていうのは、まあ、リゾート料金みたいなもので1泊30ドル請求されるんですよね。その代わり30ドル分レストランとかWi-Fi、 あとニューヨークのアトラクションツアー、あとセントラルパークのフィットツアーですかね、はい、こちらが利用することができるっていった形になります。今回は私はね全部フード&ビバレッジクレジットで利用させていただきました。これはですねフロントデスクの斜め向かいぐらいに、レストランがあるんですよね。ですのでそこでお酒を飲んだり食事をしたり、まあ、そこら辺でね利用することができます。私もねハンバーガーとピザ、あとそれがお酒で、まあ、今回消化させていただいたんですけども、どちらに利用する場合であってもですね、まあ、レストランとして普通にそこで食事したいのであれば、まあ、そこで食事していただいてルームチャージにしていただければ30ドル分引いてくれるっていった形になります。まあニューヨークなんでねチップが必要になりますんで、あそういうのがめんどくさいなっていう方はもう全部ね持ち帰りで注文していただければ、まあ、チップは基本的にいらないっていう風になりますんで、まあ、それで OK ですかね。はい、まあ私は全部客室でいただいたんですけども、まあ、ピザもハンバーガーもビールも全部持ち帰りで注文して利用させていただきました。それで消化した感じですかね。まあ利用方法はね本当に注文してTo Goって言って
あとはルームチャージプリーズみたいな感じで言っていただければ、まあ、そんなに、ね、ハードルは高くないかなと思いますので、この点はね、安心していただければなと思います。まあ、今回ですね25万3000ポイントで5泊連泊でね利用させていただいて、まあ、フード&ビバレッジクレジットはね5泊なんで税金入れて170ドルぐらいね請求が上がってきているので、まああのポイントで宿泊するんだけど今のレートで多分2万5000円ぐらいはねあのお金として取られるっていう風になりますんで、まあちょっとね残念な部分ではありますよね。はい、これでディスレージョフィーなかったらね本当にめちゃくちゃいいんですけども、このディスレージョフィーねちょっと残念ポイントですね。これが嫌で他のホテルに行ってしまう人もねいらっしゃると思うんですけども、まあニューヨークのマリオットマーキスに関してはこういった形になりました。まあ総合的にはですねこのディスレージョフィーっていうのは、まあ、このマリオットマーキスに限らずですね、このタイムズスクエアとかねあの結構いい場所にあるホテルはリッツカールトン以外はね ほとんど請求があるんですよね。ですのでまあこれはもうしょうがないかなって割り切った方がいいかもしれないですね。もちろん先ほど言ったシェラトン・トライベッカはラウンジでお酒も飲めるんですけれども、ディスネージョフィーもかかりませんのでそこもいいかなと思うんですけども、あとはね本当に立地を取るか、まあ、あのお金を取るかみたいな、まあ、そういった感じですかね。やはりねここはタイムズスクエアですので、まあちょっと出ればねタイムズスクエア見れますし、やはりねこの上の方っていうのはあのどこに行くのにもね楽なんですよね。ちょっとあの42丁目っていうこのタイムスクエアのエリアなんですけども、ちょっと歩いたらねブライアントパークもありますし、グランドセンタルもありますし、ちょっと上行けばセンタルパークも行けるっていうね非常に立地のいいところっていう風になっておりますんで、まあ、ここはねお好みで選んでいただければなと思うんですけども、ディスネージョフィー1泊30ドルね高いですよね。15ドルぐらいにしてほしいですよね今はねちょっと円安の影響がねかなりあの食らいますので、せっかくポイント宿泊するのに2万とか3万とかね払うのはねちょっとバカバカしい思いはねあるかなと思うんですけども、まあこれはねちょっと場所を取るかで、選んでいただければなというふうに思いますかね。まあ総合的にはですね本当に客室の広さとか、まあ、お風呂もねバスタブ付きで利用することができますし、やはりね快適とかそういう意味ではですね今回ねこのホテル5連泊させていただきましたけれども、めちゃくちゃ良かったですね。あちょっと泊まってみたいなっていう方はぜひね利用してみていただければなと思います。先ほどもね言いました通り、タイムズスクエアをリクエストされる方はエレベーターから遠いです。この点は注意してください。もしねこういった今こちらハドソンヤードビューっていうね全然タイムズスクエア一切見えないんですけども、でもねエレベーター目の前で利用することができますんで、まあ、これねどっちかあのよく考えて利用していただければなと思います。一泊とかだったらねまあちょっと遠くてもねいいのかなと思うんですけれども、これが連泊になるとね結構きついと思いますので、この点は覚えておいていただければなと思います。ということで今回ねちょっと長々と話させていただきましたけれども、マリオットマーキスにね5日間宿泊させていただきましたので、まあ、実際どうだったのかっていうのをですね紹介させていただきました。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。